久保さん。ちょっと年金の年にしましょうか。さっきね、年金の受給額みたいな、なんか特殊の YouTube やって、見たんですけど、なんか生涯賃金が12億。で、80歳の、なんか、1代で、土建屋で、その、なんか、気づいたみたいな。で、ずっと、まあ、収入、まあ、月収40年ぐらいなんだ。100万ぐらいかな。 なんか、ま、30年か、そのぐらいで。で、年金がね、24万か5万だったかな。まあ、こんなもんですよ、みたいな。<laughs> なんかね、65万、月収65万以上だと、それ以上だと、年金支給額は変わらないらしいですね。マックス。うん。めちゃめちゃ税金払っても、年金そんなにね、収入高いっていことは、まあ、税金いっぱい納めてるわけじゃないですか。税金いっぱい納めても、 もらえる金額は年金20万ちょっとみたいなね <laughs>。うん。ま、20万ちょっとで老後を暮らすって結構きついっすよね。だって、単純にその、まあ、どうなんすかね。まあ、その、まあ、その保険とかもいろいろあるんであれですけど、まあ、なんかいろいろ故障するじゃないですか。ね。年取ると。 病気にかかったりとかいろいろあるじゃないですか。じゃその、まあまあまあ保険入ってたら分かんないんですけども、まあ20万でその、自分のメンテナンスできるのかっていうと、結構難しいんじゃないかなと思うんですよね。で、その、まあ20万以上もらってる人は結構その、ずっと払ってきて、まあある程度ある人。で、少ない人は十何万ですよね。十何万になって、結構きつないですか。うーん。 十何万で生きていけって、10年金十三万、十四万で生きていくとか、結構きついと思うんですよね。うん。まあ、これもまあ、不平等ですよね。まあ、いっぱい払っても、めちゃめちゃ税金払っても、あの、あ、戻ってこない、あんまり。そ金稼いでる人から見ると、金、税金こんだけ納めてんのにな、みたいなね。年金もうちょっと五十ぐらいもらってもいいんじゃないかな、みたいなね。 ね、あの、国のために、一応国のために貢献したわけじゃないですか。いっぱい稼いでいっぱい税金を納めて、人より他の人の何倍も税金を納めてるのに、あんまり変わんない。他の人と変わんないっていう。ね、差額が、まあ、10万とかですかまあ、てと、13万の年金の人からすると、23万もらっはたら10万の差じゃないですか。うん。あれですよね。うん。だからまあ、 誰を、誰基準、誰基準、多分不平等って言ってる人は自分基準で言ってるんでしょうね。自分基準で世界を見てると世界地図が自分基準みたいな。日本を中心に見たら日本が中心な世界地図だけど、ヨーロッパを中心に見たらなんか日本はこんな外れてるみたいなね。まあ、世界地図もいろんな見方があると思うんですけど、何を中心に考えるのかによってものの見方解釈が変わるのかなと思います。うん まあだから世の中に平等はないですよ。まあ平等が正義みたいなのあると思うんですけど、まあそもそも平等なんかないし、平等はクソっくらいだと思いますよ。うん。なんか平等が、なんかいいとかね。なんか、なんかそういう風潮あるじゃないですか。平等はクソっくらいですね。うん。平等だったら、その、まあビ,ビジネスライクに話すならですよ。ビジネスライクに話すんだったら、平等だったら競争が生まれないので、そもそも。 競争が生まれなければ価格も落ちないしだからか。あの価格競争とか競争がある。そこでいろんなあれが出てくるからいろんなサービスが出てくるわけじゃないですか。全部平等だったら、うーん、どんな世界になっちゃうんだろうな。まあ、その世界を経験しないんでわかんないですけど、みんな平等みたいな。うんなんかその、ぐうたらになるんじゃないですか。みんな永遠の命みたいな。 みんな永遠の命。まあ、銀河鉄道でもありましたよね。死なない国みたいな。みんな永遠の命みたいなね。<laughs> なんかそこにその競争があるから、寿命,寿命もあるから、そこに、じゃあ死ぬ前までに頑張ろうとかね。なんかそういうその、んなんだろうな。そういうのが生まれるんじゃないかなと思うんですけどね。うん。そう。いつ死ぬかわからないからこそ、なんかやってみ、やろうとかね。年取るからこそ、今のうちにやっとこうとかね。 なんかそうなるだろうし。それが平等、みんな平等で、ね、年齢も平等で、体力も平等で、思考も平等で、収入も全部平等だったら、どんな世界になるのかななんか、面白くないと思うんですよね。な、テレビゲームやっても平等なんですよ。あの一面クリアみんな平等みたいな。ちょっと待ってみたいな。俺クリアしてんだけどな、みたいなね。<laughs> 全部平等の世界。どうすかね面白いですかね面白くないんじゃないかなと思うんですよね。 そう宝くじ買ったら全員1000円当たるみたいな。漏れなく1000円当たると。1億は当たんないけど平等だよと。買えば1000円当たると。<laughs> つまんないですよね <laughs>。そうあ、あの、パチンコもね、うん、あのは、パチンコとかギャンブルとかもあれね、当たり続けたらつまんなくなりますよ、多分。外れるから面白いんで。なかなか当たらないから当てた時の 喜びがあるんですよ。あれ、毎回確変して、毎回パシンコ行って当たってたら、あんま楽しくないと思いますよ。うん。まあもちろんお金は入ってくるんだけども、その、そのワクワクゾクゾク感はないですよね。打てば当たる。ゾクゾクワクワク感もないし。<laughs> うん。なんかみんな保証とか求めますけども、うん、なんだろうな。なんかその、 絶対的な安定だったりとか保証だったりとか、それだとなんかあんまりつまんないんじゃないかなと思いますけどね。うん。変化がないんで。生活に変化がないですよね。うん。そう。まあ人それぞれの考え方はあるんですけど、ただ、まあその、どこを見るかによって、まあ全然見える世界は変わるよって話です。 いっぱいか金稼いでる人から見たらね、税金納めてる人から見れば、なんでかなみたいな。こんなに国のために税金払ってきたのに、見返りねえなみたいなね。お国からの見返りあんまねえなみたいな。うん。はい。いってらっしゃい。